リールは、ベルギー、アントウェールペン州にある都市及び、基礎自治体で、州都アントウェールペンの南東1 0トルの場所に位置する。ネーテ川が町を流れている。基礎自治体の人口は33,500人である。リールは760年に、聖、グマルスが修道院を設立した時に遡る。1212 12年には、都市特権を得ている。1494年、 カスティーリオフェリペイシセイと女王・フアナはこの地で結婚している。中世、織物業が発達したが1600年代に入ると経済は低落していった。第一次世界大戦にリールでは大規模な被害を被っている。1914年8月と9月にドイツから最初の爆撃を受けている。1918年9月、 ドイツの占領から解放されると町の復興が始まった。リールではサービス業と小規模な工業が主要な産業となっており、ショッピングセンターが立地するほか観光業も重要となっている。ユネスコの世界遺産にフランドル地方とワロン地方の首脳軍として1999年により登録されている視聴者と首脳や 中世以来の西グマルス協会は主要な名所となっている。ジンベルの塔の時計も見どころの一つで、1930年代に時計は設置され、特徴的な時計は1939年のニューヨーク万博にも出展された。その他、小規模な博物館などもリールには立地している。ありがとうございます。